フナッピーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆様、 YouTuber の皆様、お元気ですか？ナッピーも元気ですよって言った感じでやってきますね。今日はローソンさん行ってまいりました。沖縄気分が味わえる、黒糖全開なロールケーキが登場しておりますよ。はい、九州沖縄フェア開催の、ローソンさんでございます。はい、こちらでございますね。はい、こちら黒糖ロールケーキとなっております。税込み220円、カロリーが195キロカロリーと、カロリーもいい感じですね。うん、ここにね、ちっちゃくね、シーサーが書かれておりますね。夏ぴったりのスイーツでございますよ。では開けてまいりましょう。はい、プラスチックの容器に書いてあるのが、うちカフェ、うちカフェとね、あの角にねついてますね。初めてかな、こんなデザインは。はい、こんな感じのデザインになっておりますね。プラスチックのケースに入っております。ロールケーキにクリーム、ゼリーといった感じでね、中が全部黒糖尽くしでございます。こちらですね、沖縄県産の黒糖を使用したしっとりとしたロール生地に黒蜜を合わせたクリームとソースを絞り、黒蜜のもっちりとしたゼリーをトッピングしましたって言っておりますよ。はい、うん。そして気になるスイーツ、もう一つね、今回あるんですね。ね、名前も可愛いけど面白スイーツでございます。はい、こちらでございます。プーアワは泡カラメルプリンでございます。税込み220円、カロリーが196キロカロリーとなっておりますね。なんかこうパッケージがまた可愛いのね。この P のマークがね、可愛いですよね。ちょっと泡をイメージしたような感じですね。そしてね、この丸い泡がいっぱいついておりますよ。ではこちらも開けてまいりましょう。はい、ふたさん、さようなら。はい、開けてみたらこんな感じとなっておりますね。ちょっと傾けるとね、泡が酔っちゃっておりますね。はい、そんな柔らかい泡が上に入って、その下にプリンで、そして下にカラメルがあるみたいですね。はい、こちらですね、ローソンさんの新作スイーツでございます。口に入れてすぐシュワッと溶けてなくなるカラメルに滑らかなプリンが合わさった新感覚プリン、とても軽い口当たりで食べやすく、他のプリンとは一味違った味わいを楽しめますって言っておりますよね。プリン好きさんには必見のスイーツじゃないですか。はい、といった具合でこちら2つ実食レポしてみたいと思います。はい、それでは乾杯しましょう。今日は氷結の無糖レモンですね。はい、乾杯、ピース。爽やかなレモンの感じがいいですね。半分に切ってまいりました。かなり大変ですよ、半分にするのはね。はい、半分に切ったらこんな感じとなっております。ね、半分に切るとよくわかりますね。それでは、いただきます。じゃあまずね、ロールケーキの生地の方ちょっと、あ、ふわっとシュワッとした感じですね。はい、こんな感じ。きめ細やかですね、ロールケーキがね。しっとりふわふわ食感で黒蜜感を感じますよ。ちょっとね、黒蜜が優しく入ってるっていった感じですね。そしてこのクリームと一緒に食べると、あ、クリームもいい感じですね。クリームは滑らかな口当たりでシュワッとなくなってきますね。柔らかいクリームとなっております。そしてね、香ばしい味もありますね。そう、黒
糖のね香ばしい味がね口に広がっております。でミルク感も感じられますね。あ、これ香ばしい黒糖っていうのは中のクリームがあるから、このクリームがそうなのかな。クリームが結構ね黒糖の味が感じられます。でもねそんなにねこう黒糖してないですね。優しい甘さとなっておりますよ。やっぱりね黒蜜とクリームは合いますね。上品な感じでございます。フナピーにぴったりでございますよ。そしてゼリーと一緒に、ゼリーもちょっと、はい、ゼリーがね柔らかい感じですね。ゼリーだけを食べようと思ったんですけどね、なかなかできなくてね、クリームも一緒に食べましたけど、まあ、クリームのねこの下の濃厚な黒糖クリーム、これがね一緒に合わさってゼリーなんだけど柔らかい口当たりです。プルンといった感じよりも滑らかなプルンっていった感じね。うん、どっちかというとゼリーっていうよりかわらび餅みたいな食感ですね。優しい感じのねプルンプルンさでございますよ。そしてやっぱりね一緒に食べなくちゃですよね。一緒に食べてみましょう。よね、黒蜜ソースとクリームと、そしてねロール生地、そしてこのゼリーと一緒に食べるとね、いろいろなね黒蜜の味わい、美味しさが口の中に広がって美味しゅうございますよ。うん、あんまりね、もっとね黒蜜だからもっと甘いのかなって思いましたけどね、そんなにね甘さはないですね。はい、甘さ控えめとなっております。これはねしつこくない甘さでね、日本酒とかでもね合うのかな。この中央の黒糖ゼリーがいいお仕事をしてますね。これはもう一回食べたやつかな。いや、これでいいのかな。一回食べたらいいのかなって言った感じでございますね。はい。はい、そしてプーアワワでございますね。はい、こちらですね。ありがとうございます。それではこちらもいただきます。これね、泡が気になりますよね。ちょっと泡だけいただいてみたいと思います。はい、泡がこんな感じとなっております。あらま、この泡、とってもね、エアリー感がありますね。ふわっとしてて、口の中でシュワワワワッとね、なくなっちゃう感じのね、泡のカラメルでございます。苦味はねそれほどなくて甘さを感じられます。うん、でもしっかりねカラメルの味が口の中に残るっていった感じですね。これは不思議ですよね。泡なのにいつまで経ってもなくならないんですからね。これは企業努力っていうやつでございますかね。はい、じゃあそれではですねこちらの中の方のプリンをいただきたいと思います。わ、シュワシュワってしてからのプリンさんでございますね。はい、口当たり滑らかなプリンでございます。卵感も感じられます。結構ね濃厚なプリンとなっておりますよ。下の方のカラメルはどうでしょう。ちょっとね水っぽい感じの、こんな感じのねカラメルとなっております。今ねプリンと一緒にね下の方のカラメルも一緒にいただいたわけでございますけれども、上のね泡のカラメルよりもカラメルの味が濃いですね。うん、で最後にカラメルの苦味がふわっと口の中に残るっていった感じで、そんなにこう苦味を感じられない甘口のカラメルっていった感じですね。口当たり滑らかなプリンにカラメルの苦味と甘さが相まってめちゃくちゃ甘いです。疲れた時とかね、暑い時に帰ってきた時にこうやってね冷やして、甘いプリンをねいただくのもいいんじゃないですか。プリン好きさんには
本当に食べていただきたい一品なんですよね。はい、ローソンさんで黒糖ロールケーキいただいたわけでございますけどね、まあこれでね沖縄の気分に慣れたのかなっていうとはね疑問でございますけれどもね、黒糖尽くしのね、ロール生地も黒糖、そしてクリームも黒糖、ゼリーも黒糖といったね黒糖尽くしのスイーツでございました、ね、甘さもね控えめでようございましたよ。はい、そしてもう一つございますね、はい、ブーアワでございますね。不思議な感じの新感覚なプリンでございました。はい、気になる方はぜひ召し上がってみてくださいませって言った感じで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。よそっそ、はっはっはっ。